さあ、ということでございまして、南川は真剣にシステマと向き合っておりますということで、今日も北川先生、ありがとうございます。はい、お願いします。先日ね、私が申し上げました1分間の格闘技、もしかしたら出るかもしれないということで、先生がアドバイスをいただいたのが、その1分間息を止めて動く練習をしたらいいというようなことなんですけれども、今日は特別にゲスト、総合格闘家高田さんに来ていただきたいと思います。はい、高田です。高田さんも一緒に練習していただくと、システムは興味ありますもんね。そうですね、私も試合が決まっているので。試合が決まってるんですよね。はい、はい、もう先生の弟子が着々と試合に出ているということでございますので、よろしくお願いいたします。今日はでもどういったその1分間息止めるというのはどういったワークでしょうか。はい、まあ、1分間のまあ試合じゃないですか。試合だから言ってみればまあ短距離走だと思うんですね。ああ、まあ、で実際に試合の中では、まあ、もちろん自由に呼吸をしてもらうんですけれども、はいはい、ただまあその息を止める練習をお勧めするのは、まあ、あの単純にフィジカルが上がるっていうのと、はい、あとはまあ試合のこう未知の試合じゃないですか。未知の試合です、ね、初めて行われる呼吸だし、はいはい、でそういった恐怖心とかすごいいっぱいあると思うんですね。むちゃくちゃ緊張すると思うんですよ。ですよね、頭回らないし、こうリラックスを思っていてもグッとなっちゃうと思うんですよね、うん、普通に。でも普通そうなると思う。普通そうなると思うんですよ。やっぱ なりますよね。ありますね、うん、初めての試合とかでもやばかったでしょ。いや、そうですね、試合前からすごい緊張しますし。ですね、まあ、正直もうアマチュアの一番最初の試合って、はい、僕、まあ、今だから言ってても調べたら分かるんですけど、はい、秒殺負けしてるんですよ、はい、パンチで。パンチで。それもでも振り返ってみたら、はい、もう結構もう緊張が、ま、すごい勝っちゃって、はい、全然落ち着いて練習してきたことが動きができてなかったと思うんですよ、ね。ああ、舞い上がっちゃうというか。それもあったと思います。うん、それはあるでしょうね。いや、でもそれは普通だと思いますよ。うんうん、そうですね。だからそのテンパっちゃってできるはずのことができなくなるっていうことが起こり得るわけです、うん、起こり得ます、それは、うん、それはまあ、はい、あの普段のこう普通の生活している人の中、まあ、試験だったりとか、はい、例えば大事なプレゼントとかでもまあ同じようなことあると思うんですね、はい、でそういった時におすすめするのがこの息を止めるエクササイズで、息を止めるエクササイズで、これというのはまああのどういう扱いになってるかっていうと、うん、いや恐怖心が湧いてくるんですよ、息を止めてると。はいはい、そうですね。息を止めてると苦しくなってくるじゃないですか。苦しいですよ、それ、はい、うん、でうわーっとこう内側が緊張して肩に力入ってみたいな、うん、でそれってのはそのものすごい恐怖心に見舞われた時に体に起こるやつを、うん、その現象を人為的に再現できるんですよね。はあ、なるほど。だから恐怖体験をあえてするんですよ。はあ、そうやってその恐怖心に慣れておくと、はい、そのあ恐怖心を感じてる時ってこうなるんだっていうのが分かるし、うん、あ、なるほど。そこからどう回復していくのかっていうのが分かるから、簡単に言えば簡単にテンパれるってことですね。そうそうそう、簡単にパニック状態に陥れるっていうことですよね。そうです。あ、そういうことか。それで練習しておくってことですね。だから普段練習の中で軽いパニック状態を体験しておくと、うん、はい、本番になっても多少対処の仕方が分かるっていう、はい、あ、それ本当に理にかなってますね。うん、それが理にかなってるわ。どれぐらいしんどいことになってるか分かんないですか。うん、はい、そう、これはすごいいいんでね、うん、でもその息を止めるというのはどういった練習、何をする、はい、ただ単に息を止めてればいい感じですか。まずそれでもいいですし、うん、はい、あとやっぱ息を止めてる間に負荷をかけるっていうのがポイントですね。ほう、負荷をかける、うん、僕とかよくやるのが、うん、息の階段とか、うん、息止めてダッシュするんですよ。ダッシュ、うん、ダッシュで駆け上って、はい、でそれで上まで行ったら呼吸で回復するであるとか、はいはい、それをなるべくしれっとやるんですよね。はい、周りの人からあの人変な呼吸してるって思われないような感じそれはもう息止めてますから、うん、ブワーッって感じになりますよね、うん、そりゃなんかハーハーしてるおじさんがいるってなったら、はい、やばいから。いや、それいいじゃないですか運動してるんでしょ別に、ぜいぜいしてから通報されるってわけじゃないですもんね。まあそうです、まあね、ありえない話じゃないですけど、はいはいはい、まあ、確かにそういうワークがあるということですね。そう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 、うん、だからまあ1分の試合だから、はい、まず1分息を止めるっていうことになります。1分息止めるのは多分いけると思うんですよね、普通に、うんうん、でそれをいろんな負荷をかけながらやる。負荷をかけたらどれぐらいしんどいかっていうのが分かんないですよね、うんうん、じゃあやってみますか。はい、やってみましょう。はい、でおすすめするのが、はい、あの1分間、うん、息を止めながら動き続けるっていう、うん、続ける練習ですね。練習、分かりました。で、システマにはこう4大エクササイズって言って、はい、
プッシュアップ、プッシュアップ、で、このシットアップ、シットアップ、シットアップ、あとこのレッグレイズって足上げるやつね。レッグレイズね、はい、うん、どちらもまあ腹筋で、足と、あと当たっての、はい、このスクワットですね。はいはいはい、スクワット、はい、スクワット、で、それは回数は自由でいいので息を止めながら、はい、こうプッシュアップやって、プッシュアップしんどくなったらシットアップやってみたいな感じで、はいはい、でそれを止まることなくずっと続けるんで、ずあれ回数は自由なんですね。回数は1分が出るということですね。うん、ずっと続ける。うん、じゃあやってみますか。じゃあタイマー、じゃあ高田さんも、はい、あのご一緒に、一緒に、うん、なんかあれですね、姿勢の練習も常に呼吸してなきゃいけないっていうのをずっとやったから、うん、止まるっていうのが新鮮すぎますね。だから逆のこと言ってますからね、うん、うん、で今までになかった。でもこうそうですね。じゃあ行きますか。行きます。行きます。なるべく力抜いてやらないと酸素使っちゃうから苦しくなるんですよ。だからそういう意味でもリラックスの練習なんですね。残り20、バーはい、続けて続けて、回復しながら続ける、回復しながら続ける、回復しながら続ける、そう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 、あと40秒もあるってとか、うん、でもうどん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 こうな酸素がなくなっていく感じがするんで、うん、もうなんかいかに無になるかっていう、そうですね。何のコーチ、無の気持ちきついと思っちゃうと酸素を消費しますよね、うん、手の先とかにちょっとしびれが感じるみたいな、うん、酸素がなくなってる感じがするんで、そうですね。これ先生1分できます、これ、うん、やりましたもんね、うん、できてる、できてましたね、まあ、試合じゃあね、もっと力入ったり動かなきゃいけないので、うん、あんなね、ちまちまできないですもんね。あ、まあそうですね、うん、あ、でも確かに何も考えずこのリラックスするってことが大事ですね。ほんとこっから体がこわばっちゃうとどんどん酸素が上がっていく感じします。そう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 、だからもう緊張してバーってなる、硬くなるじゃないですか、はいはい、そのためにもこうエネルギーと酸素消費されるんですよね、はい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 、それ無駄なんで、はい、で、うん、先生あのこう回復しながら、はい、その無理やったじゃないですか、うん、無理で40秒か38秒ぐらいでバーッてダメだったんですけど、うん、回復しながら回復しながらっていうのは そこにも理由があるんですか。そう、あります、うん、で、あの呼吸したら、まあ、呼吸止めると息止まって苦しいわけじゃないですか、はい、で、それは回復に専念できないわけですね、試合中とか、はいはいはい、だからその回復に専念しなできない中でも、うん、そのやるべきことをやりながら自分の呼吸を整えていくっていう練習がそこに入るんですよ。うん、はあ、なるほど。うん、例えばあの、まあ、格闘技的なことで言うとボディにすごいわーってもらって息止まっちゃうわけじゃないですか。はいはいはい、だけど試合中だから、はい、ちょっと待ってって言えないわけじゃないですか。言えないです、はい、うん、でそうこうしてる間も集めてくるし、うんうん、ってなったらその呼吸で自分の内側をダメージを解消しながら動き続けなきゃいけないから。そういう練習。そういう練習か、うん、なるほど。いや、じゃあこれ息を止めるのも練習やし回復するのも練習、そう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 、これ2倍の練習になると、うん、これプロの格闘家からしたらどうですか、これってこの練習的には。まあ、なかなかこう聞かされた状況で、まあ、もちろん動かなきゃいけないと思うんですけど、うん、聞かされ練習でそんな意図的に聞かせることなんて、うん、安全面的にできないんですよ、うん、そんなことしたらもうすぐに選手として壊れちゃう。ああ、はいはいはい、そう考えたらこういうなんか方法でプレッシャーをかけるみたいなのはありかもしれないですね、はいはい、ああ、なるほどね。あ、そういう意味では理にかかってるってことですね。そうですね、面白いと思います。すごいですね。そうですね。
ちょっといきなりドラマが始まりました、ね、ちょっとね、ドラマが始まりました。それはお気遣いなくすいません。というわけでございまして、じゃあ次はどういう、はい、結構実践により近い方がやった方がいいですか。そうですね、うん、だからまあより、まあ、試合っていうか、まあ、うん、出るって分かってるんで、はい、でまあ普段パンチ受ける練習してるわけじゃないですか、はい、でそれは呼吸を使ってやってますけれども、やってますやってます。あえて呼吸しないでパンチ受ける、呼吸しないでパンチ受ける、ってこと呼吸しないで動き続ける、その攻撃をやり続ける、あ両方やっておくといいです、ね、両方やっておくといい、なるほど、うん、えだからやっぱ呼吸、殴られるイコール呼吸するっていうのはもうシステムっていう感じですけど、うん、言ったらもう 逆のことをする、そう逆のことをすることで呼吸の大事さが分かると思うんですよね、もうあるし、言ってしまえばで、なんで呼吸するかって言ったらリラックスするためじゃないですか、うん、はい、でだから水中とかでもリラックスできなきゃいけないわけだから、はい、だそれには息を止めててもリラックスをする練習って必要なんです。はあ、なるほど。息を止めてリラックスは結構むずいっすよね、うん、やっぱグッとなっちゃう、そうだから練習が必要なんだ、そういうことか。でそうすると うまいこと呼吸できなくても、うん、その内側リラックスさせて、で自分のことを回復させるっていうのはちょっとできるようになってくるから、はい、だから実際ロシアだったりすると、もう水の中に頭から突っ込まれて上からボコボコ殴られるみたいなそういう練習やるんですよ。それじゃあるんですか。確かにこうよく水辺のところでブシャーってやってる写真とかありますけど、あれはあの顔沈められて殴られてるんですか。そうそうそう、もう上からこうでかいロシア人の頭が押さえつけられて、もうバッカンバッカン殴られるんですよ。先生それされたんですか。うん、何かもありましたよ。でもうバカ殴られるだけじゃなくて、上から乗られたりして、もうそれこそその水中の中でもう事故じゃないですか。うん、だからそこをそういうことをそのテンパらせるってことですよね。そこでリラックスさせるっていう練習。うん、上気を逸してますね、これ。でも、そういう状況で緊張するともう一発で心臓になるんですよ。あ、なるほど、うん、そこでいかに酸素を使わないかリラックスするかってことですね。そうそう、で、そこでリラックスすると、はい、その水が衝撃吸収してるから、はい、あれ、案外楽だぞっていうことに気づくんです。じゃあ、それは夏場はぜひそれと撮りましょうか。やります。なんか、あれですね、南川さんのチャンネルで、はい、こうやってシステムのところは、だいぶこうソフトなところですね。そうです、そうです、全然ソフトです。だから、本場行くとそういう世界があるんです。あるんですよ、ある。山田先生はそれ、やられてるんで、一応ね、そういうソフトな、一般の人に伝わるようにソフトなやることもありますけど、やっぱ僕も、やっぱこう、どんどんこうレベルアップしていきたいんで、やっぱいつかは水に押さえつけられて、ボコボコに殴られるという映像を撮らないといけないんですね、それは。あ、まだ僕はソフトな分しか見てなかったですね。そうですね、そのハードなものもあるんですよ。当然そうですよね、うん、こういうような感じで。じゃあ実際、はい、そのやってみますか、うん、そのはい、でまあ、せっかく、ね、格闘家プロの格闘家の高さんいるんで、はい、この2人でやるといいかなと思います、はい、高さん、うん、僕がまず受けるってことですか。どっちがいいですか。どっちからでもいいですけど、まあでもどっちにしても結局一緒なんでどうせやってやられてるんで、僕がまずじゃあ殴られます、はい、殴られる、はい、殴られます。さあ、というわけでございまして、じゃあまず僕が息を止めながら殴られる、はい、そして高高さんが息を止めながら殴り続けるってことですね。です、はい、ちなみにボディですよね。ボディボディで、まあ一応 この辺のところを狙ってもらったりですよ。あ、なるほど。いや手下がったらそれやられちゃいますから、はい、まあ、うん、こう当たりようぐらい当たりようぐらい、うん、そうですね、うん、でやっぱりコツとしてはやっぱり姿勢をまっすぐ姿勢まっすぐで動き続ける。そうで、こう足が、うん、楽に動くような感じでずっとしておきたいですね。なるほど、うん、なるほどなるほど、わかりました、うん、足を柔らかくずっと動き続けてて、うん、息を止めながらってことです。そうそう、わかりました。で、その1分間の中でさっきみたいに呼吸がダメになったら回復しながら、はい、回復しながらまた受け続けるんですか。そう、受け続ける。そこで中断なし。わかりました、1分間ノンストップ。わかりました。1分絶対やってみせます。はい、用意スタート。Ah!
あ、回復、回復、回復、あ、回復、回復。たかたかた1分持ちましたね。手打ちになっちゃいます、でも。もう、なんか、多分ここでコツコツやってるだけだから、いいけども、多分、フルスイングっていうか、こう、全身使って、思いっきり打ったら、全然持たないです、こんなに。これめちゃくちゃきつい。うん、まあ手打ちって言ってもプロの打撃ですからね。いや、めちゃくちゃ重たいです、うん、一発最初はちょっと様子見たんですけど、はい、もっと強く、もっと強く、そうとおっしゃってたのか、俺びっくりして、ダメなのか、最初でも結構重たかったんですよ。やっぱ重いなと思って、で、この一発にやっちゃったらなんとかなるんですけど、やっぱりこうガーッと回ってガーッとテンパりますね、これダンダンダンってやるきつい。これはちょっと本当怖かった。いや、怖かった、怖かったです、うん、マジでどうしていいか分からなかったです。でこれ息止めるやつは今のこの回復がすごい大事ですから、あ、そうそうそう、この回復、怖いな、怖いな、回復するのが大事なんですよ。ここで回復することが、ワークとしては大事なんですよね。そうそうそう、むしろこの回復のプロセスがもう本編って言っていいぐらいなんで、はい、そうか、そうなんですよね。息を止めるっていうことにちょっと注目しちゃうんですけど、こういかに回復できるかっていうところが重要なんですよね。時間をかけてちゃんと回復できるようにしておくと、丁寧にやっておく、丁寧に確実にやると早く確実にできるようになるので。そうか、そうですね、うん、本当そうですね。ものすごくすぐテンパっちゃう、すぐテンパっちゃった、これやばいな、うん、でもよし、試合だったら持つ方がいいですよ。本当そうですね、うん、今の1分で。じゃあ、たかたかさんやりますか。はい嫌 でしょうけれども。では続いては逆に僕が息を止めながら殴り続けて、うん、高高さんが息を止めながら受けると、はい、自信ありますか。いや正直ちょっと本当やったことないので。高高さんは今のところずっと成功してるんですよ。1分耐えてるんですよね、うん、僕はもう本当に30秒で無理で、もういかにこう恐怖心を抜くかっていうところだけを考えてやるんですよ。動き続けて、でもし無理だった場合はこの回復のワークとか、ね、うん、じゃあいきます。はい、じゃあ手です、ぜひ、はい、タイマーやります。表面やかおさん、はい、スタート。胸向かって足を動かして、足を動かして、足を動かして、ちょっと足を動かして、体回す、うん、もっと早く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 、いろんな、チラシ、大事チラシ、いろんなところ、そうそうそう、足を動かして、足を動かして、足を動かして、動いて、動いて、動いて、そう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 、そんぐらい動いて、出た、はい、完成します、締めて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 、足を動かして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 、これずっとやるとしんどいっすね。うん。1分だから、短距離走だから。そういうことですね。うん。いや、その1分間動き続けることにまず慣れないと。うん。で、それで息を止めるっていう。いやー。高高さん、すごい。これマジですごい。でも、まあ、ちょっとプロの方にね、うん、なんかちょっとプロらしさが見せれたら、いやいやいや、プロの方にね、こんなの失礼なんです、逆に。いやいや、逆に失礼なんですけど、でもやっぱり、絶対無理。20秒でもうあーってなりますから、普通の人やったら絶対。なんだ、今までに、まあ、こういうなんかディフェンスの練習みたいなことをやることもあるんですけど、うん、今までに感じたことのない緊張感だって感じです、うん、あの聞かされるって緊張感ではないんですけど、はい、なんかこう、うん、違う集中力というか、はい、うん、止めておかなきゃいけないことで、うん、違う恐怖心が出てくるというか、うんうんうん、あんまり今まで感じたことなかったかもしれ
これだからあのどうですか、プロの試合にも結構ちょっとこう通ずるものとか、パニクリ加減は。そう、パニック、まあ、正直、まあ、本気の、ね、パンチじゃないんで、うん、パニクリはないんですけど、ああ良かったんですけど、うん、集中するっていう意味では、はい、すごい良かったと思います、ね。これは面白かった。練習としてはすごい理にかなってると、うん、まあ確かに、ね、1分というところに捉えた特化したところでございましたからね、うんうん、いやでもそれはいや、めっちゃ一番きつかったかも。システマの練習で一番、一番きつかったかもしれないです。あ、ムチの次です。すいません。ムチの次です。ムチの次でした。ムチの、ムチの次でした。というようなことでございますので、うん、今日は本当にこの辺りでさせていただく。いいですよ、とか。はい、まあ、あの今日の目標としては、はい、その息を止めるっていうことに伴う、はい、恐怖心を味わうっていうところが大きな目標だったりするので、はい、だからそれはお二人とも全然クリアしたということで、すごい素晴らしいですよね。でもこれをこう毎日続けていくと、どんどんどん体がその、呼吸はな、酸素がない状態に慣れていくということですね。そう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 です。で、回復していくことにもスムーズにいけるし、はい、メンタルが良くなるということで、これ普通の人でもこういうワークをしていくと、こう日常のストレスがなくなりますよね。そうですね。ね、まあ、パンチとかやらなくていいんで、はい、僕がよくやるのは、まあ、息を止めながら、うん、息の回路を出しするっていう、ああ、うん、息でやってるんですよ、息を止めながらそうやってるんです、うん、怪しまれないようにですよね、怪しまれないようにしれっとやるの、はい、で、あの今度また夏近づいてきましたら、うん、水辺で沈めながら殴られるっていうようなことが一体どんな大変なことなのかっていうのはやっぱりちょっとリポートしないなと思ってちょっとロケ行きましょう。ロケ、はい、初ロケ、はい、初システムロケを行かせていただければなと思います、はい、今日は北川先生ありがとうございます、はい、ありがとうございました。高田さんもありがとうございました。ありがとうございました。